we're very fortunate to have with us today Kishida Tetsuo Sensei. He is being assisted today by Otsubo Shuichiro-san, who is a former student of his and who works now for the Kikugawa-shi Cultural Properties Division. And they are actually joining us from the Seiditsu, like an organizing facility for excavated objects in Kikugawa-shi. And so they have set up special cameras to show us objects today. And I think Otsubo-san or Otsubo-sensei will be helping with those materials. So just to tell you a little bit more about Kishida-sensei, he received his graduate degrees from Kyoto University, and he's now a full professor at Kyoto Prefectural University. He is the author of many works, several books and edited volumes, and many ronbun. I wanted to highlight a couple of books that would be especially useful for you to know about. One he published in 2007, and it's titled Kodai Nihon Koka Keisei no Kokogaku, which in English would be something like Archaeological Studies of the Formation of the Ancient Japanese State. He also co-edited in 2019 with Yoshikawa-sensei, who is here again this evening. Hi, Yoshikawa-sensei. Kishida-sensei co-edited with Yoshikawa-sensei in 2019, a work called Kodai Jiinshi no Kenkyu, so research on the history of Buddhist temples in the Kodai period. And the title of his talk this evening is Bokusho Douki to Kamio Dera, or Inscribed Poetry and Kamio Dera. So I'm very much looking forward to this talk, as I'm sure you all are. I will hand things over to Ishida-sensei and Otsubo-sensei. Yoroshiku onegai itashimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you so much. So, これから少し概説的な話をパワーポイントを使って私の方からお話をした後で、大坪さんと一緒に今この周りにたくさんの素晴らしい遺物がありますので、それを皆さんに見ていただきたいと思っております。あ、先生、ちょっと私多分ちょっと説明不足だったと思いますけど、ずっと日本語で話していただいて、一番最後に僕は5分ぐらい程度用紙をまとめて説明させていきます。でも多分みんなは結構日本語ができる人だと思いますので、普通に日本語で喋っていただいても、はい、問題ないと思います。すみません、ありがとうございます。説明不足で申し訳ございませんでした。はい、英語に訳さないといけないかなと思っておりました。ではしばらくパワーポイントで、説明をさせていただきます。少し、牧書土器の、基本的な役割について少しだけお話をします。これはおそらく吉川先生の方の、レクチャーの中ですでに詳しく紹介されていると思いますが、今日ご覧いただく資料と少し関係がありそうな資料を使って、まずは概説をしておきたいと思っています。地図は省略します。牧書土器にはさまざまな機能がありますが、考古学にとって役に立つのは、当時の人々、奈良時代の人々が、土器、器ですね、食器をどのように呼んでいたかというようなことが実際に書かれている文字によって明らかになるということが大変大きな
役割になっています。平城京から出土した墨書土器の中には、これは例えば、すいません、左端に高皿と書かれていたり、あるいは、真ん中の下にマリと書かれていたりというふうに、当時の呼び方、器の呼び方が分かる資料があります。また、右側のは鳥付きと書いてあるのですが、この、鳥バードですので、やはり飼っていた鳥の餌を入れたのではないかなどというふうに推測されたりもしています。そして、考古学の分野で大変役に立つのが、その発見された遺跡が出土した墨書土器によって、遺跡が何であるかが分かるということが大きなメリットになっています。これは特に官が役所などでは、実際そうやってほとんど決めていくことができますし、この後お話しします神代寺も、その名前は墨書土器によって明らかになりました。ここに示している鯉沼遺跡から出土した墨書土器には駅と書かれていますが、また別に伏せの伊部の焼けと書かれたものもあって、ここが文献に出てくる伏せの馬屋という施設であるということを確定することになりました。こうした資料によって遺跡が何であるかが分かるということになります。またこういう国分寺ですが、非常に広大な面積の中にさまざまな建物が配置されていますが、例えばここの千葉県の上総国分寺の場合は、左上にある光陰と書かれた、墨書土器が発見されました。これは光子陰の略であって、この、墨書土器が出たあたりに国分寺の中の僧侶の一番、上位というか一番偉い人ですが、その上総の国の最も位の高い僧侶である孔子が住んでいた場所というのが特定できたということがあります。他にもこの一番北端、上の端ですが、油彩書と書かれた墨書土器も出ていまして、こういったところで豆苗のための油が必要ですので、油菜を栽培していたということが分かります。そして墨書土器の利点といいますのは、年代がその土器によって明らかになるという点があります。日本の場合はもちろんカーボン14も使って年代決定していますが、ただ奈良時代はカーボン14の年代が不安定で、実際出土してきた土器を考古学的な手続きで変遷を並べて、さらに共犯した木簡によって年代を与えていくというようなやり方で、ほぼこういった土器が実年代、西暦の年代をだいたい示すことができるようになっています。ですので墨書土器が書かれている土器の年代というものも、こうした検討によって、決めていくことができるというメリットがあります。ここからは少し信仰の問題についてお話をしていきたいと思いますが、これは島根県の、サンタダニ遺跡というところの発掘の図面になります。左側の図面を見ていただきますと、泉ですね、水が湧く泉があって、そこから流れが一筋、発見されました。そこにいくつか建物があって、またここでいろんなお祭り
木製の祭祀具が出て、お祭りの道具が出ていますので、お祭りをしていた場所であるということが分かって、マナイというのは、その神話の中では神と神の制約、受け入れと言いますが、こういった舞台にもなっているということで、そういう日本の古代においては非常に神聖な泉というのをマナイと呼んだらしいということが分かるのですが、実際にこういう遺跡の例で泉のそばからマナイと書かれた牧書土器が出ることによって、当時の人々がそのように呼んでいるということがはっきりと分かることになります。こうした資料によって、私たちは少しですが古代の人々の実際の考え思想に近づくことができるというふうに思っています。泉は少し余談ですが、日本では古くから神聖視する対象でした。伊勢神宮は大変有名ですけれども、この伊勢の内宮の北側にある荒祭り社というところでは、5世紀に遡る祭祀遺物、左下のものですが出ています。でこのすぐ近くにはやはり泉井戸、今井戸と三井と呼んでいますがあって、伊勢神宮も泉に対する神聖視から出発していることが分かります。同じ三重県の城の越遺跡では古墳時代の遺跡なんですが、泉が発見されているんですけども、ここからはおびただしい量の祭祀物が発見されていて、これは5世紀に遡りますけども泉の信仰というものが分かる大変貴重な例になっています。先ほど奈良時代の遺物で、マナイということをマナイと呼んでいたことが分かるとお話ししましたが、おそらく、そうした呼び方は、ちょっと文字資料この時期にはありませんが、5世紀のこういう泉にまで遡らせてよいのではないかというふうに思っています。この信仰の中でおそらく日本の遺跡の中で牧書土器が大きな役割を果たしている遺跡として最も注目されているのが青木遺跡だろうと思います。これも島根県出雲市にある遺跡です。で、右側に図面を載せていますが、この四区としている部分が神社の跡ではないかというふうに考えられている部分です。ちょっとした基壇を持った上にこの9本の柱で構成される SB08 と呼んでいる建物の跡、日本の場合は木で建物を作る場合がほとんどですので、発掘した場合にはこの木の柱の痕跡が見つかるだけなんですけれども、その痕跡から9本柱の、こういう建物が基壇の中にあったことが分かっています。実はこの建物の平面プランというものは現在、大社造りと呼んでいる神社の神殿形式とほぼ、同じ形状になります。左側に大社造り建築の比較的古い例である熊野大社、同じ島根県のものですが示しています。もちろん出雲大社もこの形式であったことが分かっています。こういう古くからの神社の形式を持つ建物があるので、ここは神社の遺跡であろう。それからまたこの下に示した、神像、神の像と呼んでいます。でこの神社の南側で、井戸とか建物群があって、ここからはおびただしい量の木簡や牧書土器が見つかっています。木簡の多くは荷札、タグでの類で、おそらく米に、つけて奉納したものであろうと推測されています。で、この木簡には例えば「い」とかあるいは「み」という記号と人名という組み合わせが多くて、それぞれ伊野号あるいは三谷号という地名もしくは神社の可能性もあるんですが、三谷社、伊野社という社がありますので、
まあ、そういう、地名に基づく、まあ、グループ名と人の名前が、記されて、まあ、そういう、グループでここに物を奉納している、ここをも使っているということが分かっています。で、牧書土器の方もやはり同じようにこの犬とか胃とかあるいはミダニとかというふうなそのグループ名を記した牧書土器が非常に多く多数を占めております。こうした木簡と牧書土器の共通性から、まあ、こういう人々のグループ集団を表す、名称が、牧書土器に、記されている、おそらくその土器を使って、ここで、共演といいますか宴会といいますかが行われていたのであろうというふうに推測されます。ここの調査者は、これが、文献に出てくる、春時祭典という春に行う、土地の頃をもてなす年寄りをもてなす、そういう、行事に使われたのではないかというふうな推測をしていますけれども、こういう地域の中で、自分たちのグループ集団名を記した牧書土器を使って、こういう場所でですね集まって何か宴会をしているらしいというようなことが分かってきています。もう一つ、他の事例を挙げておきますと、この、弥勒寺っていうのが岐阜県にありますが、ここは真ん中に、お寺の跡見つかっていて、東側に役所の跡、軍の役所、ここは無月軍、麦軍とか無月軍といいますが、無月軍の役所跡が、見つかっています。そしてその西側でも遺跡が見つかっていて、ここは泉を中心にしたお祭りの場所、祭場であるというふうに、なことが分かっています。その祭場の遺跡からはやはり、いぐしというこういうお祭りに使う道具が出ているほかに、やはりたくさんの牧書土器が見つかっています。中には、画面共有、はい、今なさってませんけれども、それでもよろしいですか？あ、切れましたか、すいません。じゃあもう一回画面共有戻ります。はい、すいません、お願いします。すいません、大丈夫でしょうか？ここまで、はい、お話ししました。それで、牧書土器は、見ていただいたこの井とかっていうような集団を示すものがあると。で、今次最後お話ししているのが弥勒寺遺跡です。で、この西遺跡からは泉が見つかっていますが、牧書土器の中に、字を練習するためのたくさん字を書いたものが出ていて、それにはこう実月と書いて、これで無月、やはりこの地名を一生懸命たくさん書いているというような資料もあって、ここが無月の中心地なんだということが分かります。また、牧書土器には実際のところ大寺とか、あとお坊さんの名前とか、あと備えるというような字があって、どうもここの泉では、隣の弥勒寺の僧侶たちの活動が結構あったんだということが明らかになっています。よく神仏集合というようなことが日本の古代の信仰の特徴で言われますけれども、ここの泉ではこういった神道、後の神道に関わる、いぐしのようなものと、実際、僧侶の活動を示す、寺と書かれた牧書土器が出ています。はい、ここから神尾寺のお話に入ります。これこの後また大坪さんに変わりますが、ここは調査途中の写真になります。それで実際のところ、この絵を見ていただいたら分かりますが、先ほどのテントが立っているあたり
が、この、建物の痕跡ですね、木の柱の痕跡だけが見つかるんですが、ここに雷堂というような、この絵よりはもうちょっと立派な建物になると思いますが、あった場所になっていて、その後、そのすぐ背後で、仏堂、まあ、金堂だろうと思いますが、お堂の跡が見つかっています。まあ、こういう仏さんを拝むために前面にお堂を置く、まあ、これは日本では中世の仏堂の一般的な形式になりますが、まあ、その最も古い例、最初の事例になるのではないかというふうに考えています。でこのお寺もやはり泉があって、この泉、右側にありますが、泉に対する信仰もあり、また、その周辺波動からは、おびただしい量の異物が出土しております。とりわけこの写真にありますように、透明皿、これ後でまた見ていただきますが、これがたくさん出ております。ちょっと上の復元図もこの地べたに透明皿を置かないだろうと思うんですが、まあ、5000枚にも及ぶ数が出ていますので、何度も何度も繰り返し、こういう念頭という供養を行っていたであろうと考えられます。はい、あとこういう、中国式の楽器があったり、また日本の和歌、これ秋萩の、シダハモミジまで読めるんですが、こういう和歌を読むための大きな木簡があったりしています。そして、注目されたのはこのお寺の、地名ですね、を書いた神代寺と書かれた牧書籍、これおという字がオスメスのおですが、他におっぽのおも出土しているので、おそらく神尾とか観音とかというふうに読んだのであろうと推測されています。そしてまた後で見ていただきますが、ケカという当時の、法要法会ですね、ケカというのは、まあ、罪を懺悔するという、まあ、キリスト教とも非常に共通する、仏教の、法会ですけれども、まあ、そのケカと書かれた牧書籍、またモミジというのもおそらくこの木簡などと同じように、まあ、ちょっと死者を偲ぶような意図があるのかなというふうに考えられています。まあ、他にもちょっとこの山菜で彩られた大きな、器というか台なんですけども、これはまあちょっと用途が不明なんですが、まあ、こういうさまざまな、まあ、先生また聞こえなくなりました。ていて、あ、今聞こえてます。活発な方へ法要の活動を行っています。はい、はい、大丈夫でしょうか。ちょっと途切れになっているようですが、この資料をこれから説明してまいります。はい、すみません、以上簡単な概説だったんですが、この後大坪さんの方から少し遺物の方の紹介をしてもらおうと思います。はい、お願いします。そしたらこのまま、そこで、はい、こちらのカメラで、はいはい、そうしましたら、木津川市役所、木津川シティオフィスで、まあ、主に遺跡の調査と保存 の仕事をしております、大坪修一郎といいます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。で、まあ、先にちょっと説明、スライドを説明。一応、神尾寺跡、今は遺跡の名前をすでに神尾寺跡という名前にしておるんですけれども、こちらの方は木津川市内の、まあ、大規模な住宅開発に伴って、メインとしては、京都府ですね、京都プリフェクチャーが発掘調査を行った資料で、今は木津川市の所有になっているというものです。で、はい、あ、そちらの方ですね。
で、先にですね、画面共有の方をされておりますでしょうか。ああ、ごめんなさい。傷足で所有しているものです。で、牧所土器に、ついてですが、すみません。この神尾寺跡、神尾寺跡のところでは、いわゆる牧所土器が、字の数で数えますと113点、出土しております。で、特徴的なのが、そのうちの、半分以上の61点が、神尾寺であるとか、神尾寺の字の書き方に2種類あるんですけれども、単純に神寺であるとか神であるとか、それから寺というふうな、特定のお寺であるとか特定の寺院の名前をつけたような牧所土器が大変多いということが言われております。で、それを、最終的に、この報告書はこちらで書きましたので、この神尾寺という牧所土器の意味を、報告書でまとめておるんですけれども、これはこの土器の、土器がどこに所属しているのか、どこのものなのかというのを、明記したするための牧所土器で、書き方にですね、いろんな書き方があると。神尾寺ときれいに書く場合もあれば、単純に略して神寺と書いたり、神だけであったり、神だけの場合はというのもありますが、寺とのみ書くというふうなケースもあるということで、書いております。で、そこからですね、この、もともとはですね、遺跡名としては馬場南遺跡という名前をつけていたんですけれども、これは、全く、日本の事務的な手続きで、遺跡の名前はその土地の地名からつけるというのがありまして、もともとは馬場南遺跡というふうな名前を、馬場南サイトというふうな名前をつけていたんですけれども、この牧所土器の字を取りまして、最終的に今では神尾寺の後、神尾寺の後、神尾寺跡という遺跡名に変えたという形になっております。で、この土器の、あり方なんですけれども、よろしいですか。代表的、こういうふうにですね、一番多く見られるのが、こういうふうな、ちょっと、深めの皿にも、テーブルであるとかに、これは紙オートだけ、オスとだけ書いてありますが、いうふうに書いてあるものが多いです。で、その他に、こちらはちょっと横にしてもらっていいですか。ですね、土器の蓋の一番上の取っ手なんですけれども、ティーポットとかのポットの取っ手をイメージしてもらえると分かりやすいですが、実際にはポットでなくて、こういう皿の上に蓋がつくと、こういう皿の上にですね、蓋がつくと思ってもらった方がいいと思うんですけれども、その一番上のところに、これは、紙に尾っぽですね、テールの尾っぽの字を書いているという形になっています。で、他に、これ、両面に書いてあるんですけれども、紙に押す、割れてますので、紙を出るとしっかり書いてるのかもしれませんが、紙に押すとだけ書いて、それから裏の方ですね、裏の方にも紙を出ると字を書いているというふうなケースもあります。で、細かい話ですけれども、日本のその土器の作り方を検討しますと、結論だけ言いますが、こちらが器の内側で、こちらが外側になります。形としては、ここの縁が少し上がっておりますので、この角の部分ですね、が割れた状態で、こっちの字は中に書いてあって、こっちの字は外側に書いてあるというふうな、
割れてますので破片ですけど、そういう器のイメージをしてもらった方がいいかなと思います。で、他に、これはここにアワーと書いてあって読めないかもしれないですけど、この字はですね、いくつか、特有である例なんですけれども、横には、テラと書いてあるんですが、その横にアワーという、一般的には穀物の名前が書いてあります。で、穀物の名前なんですけれども、日本においてはこれを、人の名前で使う場合もあります。ですので、お寺の名前が書いてある横に人か、あるいは中身を示すような穀物の名前が書いてあるというふうな状況が分かります。はい。で、他にですね、読書時の話をしたいんですが、今回、神尾寺跡で出土した墨書土器というのは、ちょっと分かりにくいですが、基本的には、私手のひらが19センチぐらいですけれども、直径10センチぐらい、10センチから12センチぐらいの、こういうふうな丸底の基本、非常にですね、作りが簡単な器を、これを、3000枚とか5000枚とかですね、大体同じ形のものを作って、灯明皿として使って、でそれを川の中に、火をつけて陶器するというような供養儀礼を行っているということがあります。で、ちょっと分かりにくいですが、ここら辺に黒いのがついてるかと思います。で、内側にもちょっとだけ黒いのがついてるかと思います。わかりますでしょうか。これが要は炭でして、灯明皿と言いますのは、この中に油を浸しまして、で、油を吸い上げるための糸をこう垂らして、縁にこうかけまして、で、その、糸に火をつけると。そうすると油が糸から吸い出されて、ここに火が灯るという形になります。で、その結果として、この縁部分にですね、黒いすすがつくということがありまして、で、何回も使うとすすの範囲がどんどん広がっていったりとかですね、同じ場所でやらずにいろんなところでやると、いろんなところにすすがつくというケースもあります。で、ただ、神尾寺の場合は、このように、一回きりで非常にすすが少ない事例というのが多いです。で、これが明かりとして使われたのではなくて、法要ですね、儀式に伴って一回国旗で使われた、一回だけで使われたものであるというようなことを、示す証拠として扱われています。で、ちなみにですね、これも墨書土器ですが、そこには、ハスの花が書いてあります。わかりますでしょうか。あんまり分かりませんか。ちょっと薄いですけど、ちょっと何か書いてあるっていうのは分かるかな。この角度見えてます。あ、見えてます。絵は、図案化するとこんな感じになるんですけども、おそらくハスの花であろう、花であろうというふうに使ってます。すみません。で、このタイプのですね、灯明皿によく使われている機種、灯明皿に神尾寺と書いた墨書土器は、大変少ないです。61点中2点しかありません。5% ぐらい。ということで、以上のこの神尾寺の字を書いたですね、墨書土器の、状況から考えますと、考えて、これは、この神尾寺というふうなお寺が、
この土器を持っていたというための字だろうと、墨書だろうというふうに考えております。で、神尾寺って書いているやつは、どっちかというと食器が多いということですかね、用途で。用途、土器の機種としては、基本的に、これは個人用の食器として作られている機種が多いです。ただちょっと数量的な検討ができなかったんですけれども、日本の古代ではこの食器用の器を字を書くための硯に使う場合があります。で、それはこう、炭をですね、硬いものでこう擦って、炭を液体にして筆をつけて字を書くというためのものに使う場合があるんですが、それはですね、硬いもので中をこするので、これは素液という非常に硬い陶器ですけれども、内面は本来ガサガサなんですが、表面はガサガサなんですが、例えばこれ自体は内面がすごく、これ触らないとわからないので触っていただきたかったんですけれども、内面がすごくツルツルしてます。赤ちゃんのほっぺぐらいにスベスベしてますね。スベスベしてます。で、おそらくこれは個人用の食器ではあるんですが、実際の用途としては、硯なので文房具として使われていたというふうに考えています。ということで、ここまでしましょうか。はい、あと、ケカとか、はい、先ほどちょっと私の方でお話したケカは大変薄いので、まあ、ちょっと図面と一緒に合わせて見てもらわないとわからないかもしれませんが、神尾寺跡には、まあ、大半は、お寺の名前ですが、それ以外にその皇への好意を示すような、墨書というのも認められまして、それが一例がこのケカ。大変薄くて、もうこの復元している字の方でしかもうちょっと見えませんが、上にここの指の上が毛で、下がここがカニになるんですか。道明山の説明、これすればよかったです。しかもこれが上なんで、はい、ですね、これも道明山ですね。で、道明山の下に上の字、浄土の上がですね、もみじ、先ほどご紹介したもみじですが、これは分かりますか、ね、上が黄色 です、ね、はい、これはちょっと私は専門外で分からないんですけれども、いくつか字が書いておりまして、途中で割れているので不明なんですが、何かの経のですね、一節ではないかというふうに言われている資料です。字は一番、よく分かる字は利益の利で、下が書で、書、もろもろっていう、字ですね。それがお経の一部であるのかどうかっていうのを調べて、はい、まあ、またもし必要がありましたら、今周りに準備していただいてますので、またリクエストに応じてお話しできればと思うんですが、まあ、こういった本当たくさんの墨書土器がどうしてこう字が書かれたのだろうかとか、なかなかまだまだ謎は多いんですが、まあ、こういうお寺の名前を書くものに関しては、やはりそのお寺の所有のもので、まあ、他のものと、まあ、勝手に持ち出されないようにというような、まあ、今風の考えでいいのかなとも思いますし、まあ、あとは特に道明皿はもう一回限りの、行為ということですので、まあ、そういう行為の時に、まあ、
何がしかの蓮の花であったり浄の字であったりっていうのが書かれる必要があったっていう、まあ、そういうことになを示しているんだろうなと思います。本当皆さんにぜひここの場所を訪れていただいてじっくりと手に取って見ていただきたいなというように思っているおりますが、今日はちょっとまあ、オンラインで、なんとかそのちょっとだけでも状況を見ていただければということでお話をいたしました。以上でよろしいでしょうか。ちょっと時間超過したかもしれませんが、またもしありま何かありましたらご質問いただければと思います。どうもありがとうございました。先生本当にどうもありがとうございました。なんかオンラインでも実物見ることができて本当になんか感動して素晴らしいご発表でした。ありがとうございました。ちょっと簡単に英語でちょっと用紙を説明させていただきます。5分以内目指していますが、ちょっと簡単に英語で説明させていただいて、その後は質問の時間に入りたいと思います。よろしいでしょうか。 So this was such a treat, let me just say to look at these objects, even online, I think you can really get a sense of how thin they are, the ink, all of these things that we can't see as much in a PowerPoint. So I'm so grateful to our speakers for putting this together on site. And I do share their regret that we couldn't actually go, because that was our plan, was to actually go to this facility and be in this room. So to go back to this talk covered so much ground, it feels like decades ago when we started with this, but we began with a general introduction of bokushodoki as objects, and we learned that there are a few things that they can tell us in different things. So one, sometimes they can very clearly tell us the function of the object, right? The writing on it will tell us like what the object was, like what it was used for. And the best example of that, which I had never seen before, was the one that said toritsuki, right? Like bird feeder, it's a bird dish, but it was being used to give food maybe to birds. And it tells you that right on the object. So that's one thing, it can function as a label. It can also identify the site. And so we saw one that's a very famous one, which had the character for umaya, or station, on it. These are the highway stations where official travelers could change horses and rest, and they would have banquets there. But this is very important because we didn't know much about where these objects were. And this was this one that was found at a station called Fuse, which is, I believe, in Hyogo Prefecture. I believe it's in Harima. I'm pretty sure. Fuse? Umea, Hyogo ken desu yo ne, sensei. So it's in Hyogo Prefecture, but that's very important because it helps us identify a station that we otherwise like wouldn't know where these stations are. And because we can identify the site, then we can actually know what we're excavating, right? Whereas without this pottery, we wouldn't know that we're excavating a station. I'm using we here like I use we for when I talk about the Red Sox or something. I'm not directly involved, but I like to claim a relationship. Similarly for Kokubunji, and this came up in the lecture yesterday, we have, for example, pottery that has the, it'll say something related to the lecturer. And so we can know that that particular building was where the lecturer's residence was. Similarly, a place where they were producing oil to use in these rituals that we've learned about much later is also labeled at the Kokubunji site. So again, it can tell us the function of the object and can help us identify the site that we're digging. Another thing that's very important about these objects is the dating is actually relatively clear through a very variety of archaeological techniques. Carbon dating and things like that's possible, but it's actually not that accurate. So you can get a very precise dating to kind of like, usually they date it to like a quarter of a century through where it came up in the ground and other objects around it and stylistic trends and things like this. So we can date it very, very, very precisely. We then turn to the discussion of religion. And we saw how different ways that these objects functioned in religion. And we were not limited to Buddhism. It's too bad. I don't think Michael's here tonight. It's too bad Michael Como couldn't make it tonight. I think he would have found this very interesting because there's a lot of stuff also related to kind of kami worship and other kind of maybe what we might call more folk type beliefs as well. So for example, he showed us connections to water rituals like related to springs and wells. So a site in Shimane Prefecture, there are a bunch of objects that seem to be related to matsuri there, to festivals. And there's a piece of pottery with this word manai on it, which means like a, you know, a beautiful well or something like that. But the word is very important because it comes up in the Kikishinwa, in the Japanese mythology, from the a scene, a famous scene of Ukei, which is this
when like the gods like Amaterasu and Susanoo make a vow to each other, like I promise this will happen, and if I don't do this, this bad thing will happen to me, is the scene called Uke, and there are a few of those in the myths. But this term comes up in those, and then we see this site that is using the same word of well there, so it can kind of tell us about some of these beliefs. Similarly, we looked at a shrine site called the Aoki Iseki, which is also in Shimane. From there, we could see this nine pillar earth fast post structure. We could see a Shinzo, a kami image. But also in addition to those things, we saw Mokkan and Bokushodoki that had kind of the same structure of having the place name and then person name. It seems to suggest some sorts of groups of worshipers that are performing certain types of parties or ceremonies there, maybe ones that are involving, if I understood correctly, kind of offering wine or sake to elders. We then went to a Buddhist site, but also we find out that this Buddhist site is not quite as purely Buddhist as it might seem. This is a very famous site in Gifu Prefecture called Midokuji. And Midokuji has a lot of Bokushodoki that have come up, including ones that say Odera. So it was known as a great temple, which is an official administrative category, but maybe being used here more popularly. We had the character for Sonaeru to make offerings, and we have what appear to be the names of monks all on Bokushodoki. We also have writing related to the Mugetsu family, and the Mugetsu family have a kofun right near here. They were the sponsors of this temple. So they're kind of a very famous, important group that had been that service to the throne. That's a provincial family, and they were the ones who built this temple. So we see objects related to them. But if we go into the western site of this, of Midokuji, so to the east are government offices. I don't think we necessarily talked about that here. They're district offices. Then there's the temple, and then in the west is a ritual site that seems to, again, have these kind of water rituals and other rituals that don't seem to be explicitly Buddhist. And so this is a very early example of kind of what we now kind of call combinatory practices. We then went to our main attraction, which is the objects that they were showing us in person, which is Kamiodera, most likely maybe Kanodera. We don't know how to read it, but we have lots and lots of objects that have the characters for Kami-o, Kamiodera, Kamidera, and things like this that tell us the name. And this is another kind of function of the writing on the objects, right, is they show who the object was a possession of. They showed us a picture, if you remember, they had a tent in there, and the tent was marking, I don't think this was necessarily intentional, but it was roughly the place where the Daido is. And so temples, this continues into the medieval period. It's very famous at Todaiji, this is an example of this too. But there are two structures, a Daido and a Kondo. The Kondo is the golden hall where the main object of worship is held. And the Daido is a place kind of prior to entering the Kondo where people would often perform rituals that was maybe more accessible space. So we can see that in the features that have been dug up. But in addition, there are a lot of really interesting objects, and I'm just going to highlight a few of them. So there are 5,000 of these tomyozada. Tomyozada are plates or bowls used for oil burning rituals. Oil burning rituals are a very common Buddhist offering. We saw, Otsubo-san showed us how these ones, compared to the ones I've seen, actually had very little black residue from the burning, of like an ash kind of residue from the burning. The ones I've seen are much more blackened, and this suggests, they argued, that they might have only been used once. On those, we also saw pictures of lotus. Hopefully you could see that from one angle, we could really see it, and characters like Joel, like purity. And we saw another of other really interesting objects, things related to penance ritual. So keka, they said on them, means a penance ritual. And then also there's a mokkan that they talked about a little bit, did not show us, that's very famous because it's an utamokkan. It's a mokkan that has a poem, a famous poem. It starts off akihagi, which means like the autumn bush clover, I think, or something like that. And Josh Friedman actually talks about this in his dissertation from Yale, which is going to be coming out as a book with Brill very soon. Let me see if I missed anything else. The majority of the objects have the name of the temple. It's also called Baba Minami is the name of the site, but that's a more arbitrary name. But the temple itself was Kami Odera. And then finally, I think the other thing that was really interesting was how thin some of the objects are, and as smooth as a baby's cheek, we learned. And those were maybe perhaps used as a writing utensil for ink as well. I think I covered kind of a lot of the main points and evidence. I might have missed a few things here and there. But once again, please join me in thanking Professor Nishida and Professor Otsubo for their wonderful talk.